皆さんこんにちは、今更チャンネルのはるなです。いつも動画を見てくださって本当にありがとうございます。最近オンライン会議が本当に当たり前になってきたと思うんですが、皆さん名刺交換してますか？ちょっとドキッとされた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、私ももうここ1ヶ月ぐらい名刺交換っていう行為をしてないなって思ったんですよね。そもそも外に出てないので。とは言っても打ち合わせ自体は本当以前と変わらずオンラインでたくさんしてるんですよ。つまり打ち合わせはしてるのに名刺の情報が一切獲得できてないっていう状況なんですよね。つまり自分の情報もお客さんに伝わってないっていうことになりますよね。これって結構ちょっと営業としてはやばい状況だなって思ったんですよね。例えば今私が日々している打ち合わせだと問い合わせをいただいて、で問い合わせいただいた方とオンラインの会議をするんですけど、そういう時に先方が何名か入られてるんですけど、他の方の情報って本当にオンライン会議に入ってきた名前しか知らなくって、もちろん部署名も役職名もフルネームどういう風に書くのかとかすらわからないまま打ち合わせが終わってしまってるんですよね。あとはパートナーさんが紹介をしてくれて何社かで会議をした時に結構参加者が多くなるんですけど、どの方がどこの会社の方かすらわからなかったりとか、もちろん情報は入ってこないですし、逆に言うと私自身の情報もお客様に伝わってないんですよね。営業ってやっぱりあの時の人に相談してみようかなってこう名刺を見て思い出してもらえたりするのもあると思うんですけど、それがちょっとないって思うと結構怖いなって思ってます。ということで今回はオンライン会議で名刺交換ができるサービスっていうものを、2つ素敵なサービスを見つけたのでご紹介したいなと思います。1つ目は8 というサービスを利用する方法、2つ目はバーチャル名刺背景ジェネレーターというサービスを利用する方法をご紹介していきます。どちらもオンライン会議で背景を設定するときにこれを使うことになるんですよね。なのでそもそもオンライン会議が背景が設定できるものっていうのが大前提にはなるので、今回は Zoom を使ってご紹介していきたいなと思います。それでは早速始めていきましょう。ではまず1つ目が8 というサービスですね。こちらはサンサンという会社が提供している名刺管理をするためのサービスです。自分の名刺だったりとか相手の名刺をデータにしてクラウド上で名刺データを保管しておけるよっていうようなサービスなので、いまだにもし名刺はもう分厚いファイルとかで管理してますとかいう方がいればもうぜひ使っていただきたいですね。でこれはアカウント自体は無料で作ることができて、本当私はまあ今ちょっと有料版を使ってるんですけど、結構長い期間無料版で使ってたんですけどほとんど不自由なかったので、まあ、無料でまず使ってみるっていうのもすごくおすすめです。8ってそもそも何とか、アカウントどうやって作るの、どうやって名刺登録するのっていうところは最後おまけでちょっと動画を載せてるのでそちらをぜひご覧ください。8のバーチャル背景はこのブラウザ版の方で入っていただく必要があるので、実際の画面を見ながらご紹介していきたいと思います。8のブラウザ版を開いていただくとオンライン名刺交換っていうこちらにボタンがあります。ここを押してください。ここを押していただくとここにですね QR コードをダウンロードというのがあって、これをダウンロードすればですね自分の名刺情報が詰まった QR コードが発行されるので、これをお客様に送っておくっていうのもありなんですけど、やっぱりいちいちメールとかで共有しなきゃいけなかったりすると大変なので、それを解決してくれるのが今回発表されたオンライン商談用バーチャル背景っていうものです。結構いろんな種類があってですね、全部おしゃれなので本当おすすめなんですけど、例えばこれとかですね、このバーチャル背景としてこれを登録しておけば自分自身の名刺情報が相手に QR コードで届けられるというイメージです。これをダウンロードしていただいて、ダウンロードができてしまったら完了です。あとは実際の Zoom の画面でこのバーチャル背景を使ってみているところを少しお見せしたいなと思います。はい、今はですね実際デフォルトで入っているバーチャル背景が設定されていると思うんですけど、これをさっきダウンロードしておいたものに変更します。はい、画像を追加にして、はい、ダウンロードしておいたものを選ぶと、はい、こんな感じになりました。すごいおしゃれですよね、画像も。でここにですね
自分の名刺情報が入っている QR コードが発行されているので、これをお客さんによかったらダウンロードしてみてくださいねって言って伝えれば OK です。ちょっと実際にスマホで読み取ってみたいと思います。はい、読み取りできました。カメラで QR コード読み取ったら URL が開くので、そこに自分自身の情報が載っている感じになります。これは相手がアカウント8のアカウント持ってなくても取得してもらうことができます。こんな感じで出てきます。はい、8を使っての名刺交換の仕方はたったこれだけになります。次はバーチャル名刺背景ジェネレーターというサービスを使ってみたいと思います。これはキッズプレート社っていう会社が出しているサービスです。先ほどの8と同じく背景を作っておいて、それを Zoom で反映させるっていうサービスになるんですけど、先ほどのと違うのが QR コードの情報も載せられるし、その背景自体に自分の名前とか役職とかを入れておくこともできるので、より相手にとって分かりやすい背景を作れるかなと思います。これも実際の画面を見ながらやっていきましょう。まず、URL は概要欄に貼っておくので、その URL を開いてください。バーチャル名刺背景ジェネレーターって検索していただくと出てくるかなと思います。はい、 URL を開いていただくとこんな画面が出てくるんですけど、もうテンプレートが入っていて、これを変更していくだけで使えます。これ本当に操作が簡単ですね。まずこの背景の画像ですね、これもいい感じのオフィスの画像が設定されているんですけど、一応自分が設定したいものに変えることができます。パソコンにあらかじめ保存しておいたなんか画像に変えることができますね。私だったらちょっといつも使ってるこんな感じのキャンプの画像とかに変えてみました。で、この後ろですねにある文字が書いてあるところの後ろの背景の色もこういう風に好きな色に変えることができます。はい、ちょっと一旦白で進めますね。で、この上のロゴですね、ロゴも自分の会社のロゴとかに変えることができるので、これもファイル選択をして変えていきます。ちょっと私は今回今更チャンネルのロゴ入れてみました。で、あとは部署名ですね、部署名には例えば営業部とかで、役職ですね、私はセールスマネージャーとかっていう風に入れて、で、名前ですね、名前を入れていただいて、で、英語とかのサブ表記とかも入れることができます。で、メールアドレスとかもここに入れることができますし、あとはここがですね、また面白いなと思うのが SNS とか自分の発信している情報とか会社の URL とかいろんな情報を QR コードで入れていくことができます。で、これは不要だったら削除することもできますし、必要だったらここからこう選んで、で、ここに自分のそのリンクを貼っていけばいいっていう感じです。ちょっとここは飛ばして、で、バーチャル名刺背景の生成を押します。はい、押していただくとこんな感じで画像が出来上がるので、これを保存します。パソコンに保存ができたらまたちょっとズームの画面で使ってみたいと思います。これまたバーチャル背景を選択のところで画像の追加から今作ったものを選択します。はい、実際設定してみるとこんな感じですね。この名前も分かりやすいし、役職とか部署名も一目で分かるので、相手に名前を覚えてもらうこともできるし、名前間違えたりするような心配もないので、すごいこれは私も早速使ってみたいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。どちらも本当に簡単にできますよね。まあ、これ見ていただいた方にはこれいくら自分がしても相手がしてくれないと名刺交換にはならないんじゃないかって思う方もいらっしゃるとは思うんですけど、やっぱりまずは自分からそれをする、自分がしなければもちろん相手もしてくれるわけはないので、まずは自分からそれを発信していく、よかったらこれ撮ってみてくださいねとか、よかったら皆さんもおすすめですよみたいな感じでやっていくと、どんどんこういう文化が広がっていって、皆さんがもっと快適にオンライン会議ができるようになっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんから
から試していただけたら嬉しいなと思います。動画の一番最後にエイトのアカウントの登録の仕方とか名刺の撮影の仕方みたいなのも載せてるので、またエイトが何かわからない方は引き続きこの後見ていただけると嬉しいです。今回の動画が役に立ったと思った方はぜひ下のグッドボタンもよろしくお願いします。テレワークに役立つ情報はこちらの再生リストでまとめてますので、またよかったらお時間の時に見ていただけると嬉しいです。引き続きテレワークやおうち時間が快適になる情報をアップしていきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。